復活を検討しているのは、神奈川県を拠点にしていた日産自動車野球部と、福岡県神田町にあった日産自動車九州野球部です。日産自動車九州の硬式野球部は1986年に創部し、都市対抗に6回、日本選手権に9回出場するなど、強豪として知られていました。しかし、リーマンショックによる業績の低迷を受けて、2009年から活動を休止。その後、野球部の OB が中心となって立ち上げた社会人クラブチーム、神田ビクトリーズとして再出発していました。日産自動車によりますと、現在のクラブチームを野球部に昇格させる方向で検討しているということです。理由について広報担当者は、野球部の復活を求める声や期待が大きいとして、士気が上がる一体感を高める活動だと話しています。